まあ、かなりタフな試合だったんですけど、最後自分たちのプレーができて勝てたので良かったと思います。そうですね、4ゲーム目9-6リード、最後も10-8リードだったんですけど、自分たちが少し、考えすぎてしまってナーバスになってしまったので、最後は自分たちのできることをやろうということで、最後はまあ自分たちの持ってるもので勝負できたので良かったかなと思います。あのペアとも何回も試合をしますし、手の内はお互い分かっているので、まあ、競った場面でどっちが、先に攻めれるかだったり、少しの気持ちの面で負けてしまうと多分負けると思うので、強い気持ちを持って優勝するという気持ちを持って頑張りたいと思います。